はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めるためにプランクをやった方がいいんですけども、腰が反れてしまう場合ですね、まあ、前回骨盤体操がいいですよって言ったんですけども、骨盤体操以外にですね、もう一個おすすめなプランク前にやるといいことがあります。ではそれを今日紹介していきます。それをやってですね、プランクを行うことでよりプランクがね効くようになりますんで、まあ、うまくプランクができない人、腹筋がうまくできない人っていうのはぜひ今からやることをやってみてください。では行きます。はい、まずですね、プランクの時にこういう風に腰が反れてしまうとしっかり効かないんですけども、ついついプランクをしてもね、こうやって腰が反れちゃう人、以前膝ついて腰を丸めてから上げればいいですよっていう動画を載したんですけども、これでもやっぱりこうなっちゃう人、うまくねこうできない人、そういった方はですね、この骨盤体操前はこうやってやったんですけども、今度は腰をもう丸めたままでちょっと膝曲げて気をつけした状態です。ここからこういう感じで腰をしっかり伸ばしてください。要は今このね、大腰筋のストレッチをしてる感じになります。こういう感じで膝をねスリスリと擦る感じで少し膝を曲げて、こうやって腰をまずプランクや腹筋する前に腰を伸ばしてください。こうやってこの腰を丸める癖をつけて、そのままプランクを行うとこういう風に腰が反れずにこうできます。しっかり腰を丸めてる方がお腹っていうのは縮まってますから、より腹筋に効きます。例えば腹筋もそうなんですけども、腰が浮いちゃうとお腹が伸びた状態になるので腹筋に効きません。まず腰を丸めてお腹を縮めた状態からグッグッと腹筋を行ってください。こういう感じです。腰をしっかり丸めたまま、よくですねアブマットみたいな感じで腰に平べったいね、こういうマットを腰に乗っけて腹筋する人いると思うんですけども、あれは腹筋を伸ばしてしまうので逆に緩めてしまうんであんまり良くないです。もちろんできるだけ緩めて縮めるっていう点で言ったら収縮が長くなるのでいいと思うんですけども、だけど腰が反れてしまうと良くないので、それならもう腰をしっかりつける姿勢を作ってグッグッと腹筋またはプランクを腰をしっかり丸めて行ってください。初めにやることは膝を少し曲げて腰を丸める、こういった大腰筋のストレッチです。でいつもね腰がついこう反れちゃう人っていうのはお腹を伸ばさないでください。というのも例えばこういう感じでお腹を伸ばすストレッチとかね、例えばヨガとかもあると思うんですけども、こういったことをやってしまうとお腹を伸ばした姿勢が癖になってしまって、やはりお尻がこういう風に出てしまってお腹が伸びてしまった姿勢になります。こういう姿勢になってしまう方はもうお腹を縮める癖をつけて、縮めて胸を張るっていうお尻が出ない姿勢、お腹を縮めて猫背を作ってそこから胸を張るっていう、こういった姿勢を作る癖をしてください。お疲れでした。今みたいにですね、腰を丸める癖をつけて腹筋プランクをしっかりやってください。腰が反れてる状態で腹筋プランクやってもお腹っていうのが伸びたままになってしまって姿勢っていうのはね良くならないんで、もうお尻が出てお腹が伸びている人はしっかり腰を丸める、そしてお腹を伸ばすことをしないっていうことを注意してください。よかったらグッドボタンやコメント待ってます。説明欄にもですねおすすめなサプリやブログ載っけてますんで、よかったらご覧ください。まあ、ちなみになんですけども、まあ、ASMR って言ってね最近流行ってるんですけど、音フェチですよね、最近流行ってるんですけども、まあ、タートルやってみようかなって思うんですけども、もしよかったらおすすめがあればコメントで教えてください。耳かきまたはスライム、水の音、いろいろあると思うんですけども、好きなやつがあればぜひ教えてください。タートルも後々音フェチの動画癒しとして載せようと思ってますんで、よろしくお願いします。